はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今回で、4回目になるんですけれども、着彩の下書き、ここまで進めてきたんですが、このままこう10分区切りでいってもなんか終わらなさそうな気がしてきたっていうね、結構大変だなっていう気がしてきたんですけど、今回は、もうね20分くらいで、最後ね仕上げたいと思うんですけど、書き始めてからちょっと早回しをして半分くらいの、ね、時間で、20分のところを10分に短縮して次はね上げようかなと今は思って始めようと思ってます。まあ、前置きはその辺にして、もうそろそろね形を取り終わりたいなと思います。それではまた続きをね書いていきましょう。今日はねどこから進めようかな。これをね数え始めるとなかなか大変なんですけども、形がはっきりしてないところを決めつつ、まあそうですね、この辺からいきましょうかね。そろそろ決めちゃいたいところですね。なんか一本足りなかったですね。この辺一本足りなかったですね。はい、ここからいきます。こんな感じで、鉛筆もねちょっとね持ち替えました。今日はこれステプラの 4B ですかね。ユニの、ね、先が丸くなってきちゃったので持ち替えています。はい、こんな感じでいくつかの、あ、もうちょっとか、いくつかの、葉っぱ、毎回これなんて読んでいいのかすごい迷うんですけれども、パイナップルのトゲトゲですね。パイナップルのトゲトゲを、1枚ずつね形を確かめながら描いていきます。特に手前に飛び出てくるところ、前回見ましたけれども、飛び出てくるところを描くときは若干鉛筆の先端立て気味で、エッジをね立てながら描き進めていきます。この辺が鋭いと、そんな風にね出てくるところはちょっと強調しつつ、引っ込んでいくところはちょっと省略しつつ、ていうかね強弱つけながら見ていきたいと思います。こんな感じかな。結構ね帰ってくうちにねどこがどこだか分からなくなってきたりするんですけれども、まあ落ち着いていきましょう。こんな感じですね。こうちょっとめくれつつもこの辺に向けて1枚あると、でこの辺りからここ出てくる、形をねあんまり輪郭で追っかけすぎない方が、面で追っかけていく方が着彩絵の具をつけるときにもね、捉えやすいと思います。はい、結構怪しいところありますね。この辺もうちょっと向こう側かな。1枚目、2枚目、3枚目のここ、なんでしょうね、なんか形が微妙に違ってる感じがしますね。意外にね、これ育ってるかもしれないですね。時間が経つと植物ってなんか上の方向いてくるんですね、葉っぱの先端がね。で、結構白菜なんかそうなんですけど、描いてる間に形が徐々にこう上向きになってきたりして、気がつくと描き始めに比べてなんか印象が違ってるなんてことよくあるんですが、なんかこれも意外にこう育ってるというか上向きに持ち上がってきてるような気がしますけど、どうでしょう。動画早回しとかしてたら結構動いてるのが分かるんですかね。まあ本当かどうか分かんないですけど、ちょっとそんな感じは微妙にしています。はい、まあおしゃべりしながらどんどん描き進めていきます。この辺はシルエットで捉えようって言ったところでしたね。形を、細かく見ていきます。何枚も重なりながら、であまり嘘はつかないようにしたいと思うんですけど、つまり長い短いはあっても、枚数はなるべくね同じ枚数、トゲトゲの枚数がね同じ枚数になるように進めていこうと思うんですけど、この辺結構複雑ですね。ちょっと鱗みたいに手前に出て奥へ出てって繰り返しなんですが、この後ちょっとね辻褄が合わなくなりそうなところもありそうですね。結局ね絵の具色を塗るときに困るので、形の区切りはしっかりつけておかないと、ここはどこ、何色塗ったらいいだろうってね表か裏か分からなくなったりしないように、一応こう形の区切りというかね終わるところはねちゃんと決めておいた方がいいです。結局あやふやにしておくと後で迷いますので、しっかりと形を決めておくんだけれども、ちょっと長くなったり短くなったりは、まあそれほど神経質にならなくてもいいでしょう。それよりも印象を大事にしてね、はい、形違ってるの気づいたらどんどん直していきます。で、線は増えますけれども、ざっと塗りながらね、輪郭線を強調しすぎないで調子で見ていきます。はい、ここまでいきました。これが手前のやつで、はい、ここ手前のやつで、で、その後ろ。ここはちょっと難しいな、複雑だな、でも形決めていきましょうね。こんな感じで切って、内側に回り込んで、これが外側のやつ。やっぱり少しね、少し伸びてる感じがしますね。ちょっと伸びてる感じしますね。上側に向いてるっていうか、起き上がってきてる感じがしますね、形状がね。はい、この辺はざっと見ながら、パイナップル本体の形はそうそう変わらないと思うんですが、この寝かせた、トゲトゲですね、葉っぱ部分はちょっとシルエットの形が変わってきてるかなという印象を受けます。まあだいぶ時間経ちましたからね、描き始めからこれで4回目なので、で形はね、なるべく正直に見ていきます。手前に飛び出てくるトゲトゲ形をね、よく見ながら進めていきます。こ
この辺は結構枚数が多いので、書くときも、どれを書いてるのかをちょっと意識して分けて考えないとちょっと難しいですけども、この辺りはちょっとだけ先端が茶色く黄色っぽく色が変わってるのかな。この辺はね、この辺なんか可愛らしいちっちゃなトゲトゲが出ているんですね。で、この辺りは、トゲトゲ以外のこの果肉部分、食べる部分の方が結構暗く見えているので、この程度は注意してみましょう。着彩なんですけれども、この程度の陰影というか濃淡はつけながら、つけた方がね、書いててね、どこなのか分かりやすいっていうのもあるんですよね。線だけだとどうしてもこう、分かりにくく、書いてる自分自身がね、判断しにくくなるので、書いていきやすい、書き進めやすいっていう意味でも、ちょっとね、当たりをつけると、ここは影のパートとか、光の当たってるパートっていうのをね、書きながら形、調子をつけてね、いくようにした方が、間違いにくいっていうか、数えやすいです。そこら辺は、やりやすい。自分にとってやりやすい方向方法で進めていきましょう。やっぱりちょっとこれはもうあれですね、形ちょっと起き上がってきてる感じしますね。この辺を見ると書き始めに比べてだいぶ起き上がってきてる感じがします。はい、ここは葉っぱの裏側に対して表内側ですね。内側、ここも外側が見えていて内側の方が少し暗いで、ここはこの次のがちょっと飛び出ているんですね。これに対しても、もう一つか、これが切って、これが切って、もう一つ、ここもう一つありますね。この辺ちょっと怪しい、よく見ましょう。何度でも見ます。形の首に気づいたら直していきます。こう切って、これが上側に入って、これが上側に入る。はい、こんな感じですかね。こう切って、回り込んで先端が少し尖っている。で、ここは内側で、次のは少し離れてこの辺ですかね。この辺ギュッと当初よりもちょっと右側に飛び出てきました。こんな感じで、はい、こんな感じでいきましょう。こんな感じでいきましょう。そして次のが上に乗っかって先端がちょっとちぎれていて、その手前にもう一枚、はい、ギュッと回り込む形で、ギュッと回り込む形で先端が少し折れている、尖っている。ここは葉裏があまり見えていない、トゲトゲの裏があまり見えていない。はい、結構面白い感じになってきましたね。そして、あんま見えていないのも隣がよく見えている、ここら辺で折れているけど内側が外くらい、こういうね、傷がついていたり少し折れていたり、野菜売り場に並んでる間になっちゃったのかもしれないですけど、そういったリアリティっていうか特徴も、正直に書くことによって臨場感というか出たりするので、葉っぱとかも虫食いの跡とか傷跡みたいなのは綺麗なことにして書くっていうのは一つあるんですけれども、場合によってはね、正直にその傷跡とか少しこう虫食いがあったりとか汚れがあったりとかっていうのも正直に書いてみるとね、いいと思います。そうすることによってね、結構親近感が湧くというか、よりリアリティが増す時があるので、あまりこうお化粧を綺麗にしすぎないっていうかね、正直に書いてやるっていうのも絵の魅力につながります。その絵にとってね、そっちの方がいいかどうかを判断するのは作者なんですけれども、いつもこう何も怪我とか傷とかなかったように仕上げるっていうだけじゃなくてね、場合によってはそういう特徴的な傷跡みたいなのを残してやる、書いてやると、なんかね、親近感が湧くというか、見ていてもなんかリアリティが増すような気がします。そんなところをね、書きながらちょっと意識してみてください。はい、この辺枚数が多いんでね、すごくこう形複雑な感じなんですけれども、何回か直しながらね、こんな感じで進めてきました。やっぱりこの辺ちょっと難しいですね。形は結構複雑に絡み合ってて、重なり合ってて難しいですね。難しいっていうのは何かって言ったら、なんて言ったらいいんだろうか、辻褄が合わなくなるっていうか、描いてるところがどこなのか分からなくなるっていうのが結構多いと思うんですよね。手前の線と奥の線がぴったり合うはずで進めてきたのに、なんかずれちゃうとかね、そういったことってよくあると思います。目の錯覚だったり、なんか勘違いだったりっていうのが原因で、こうなってるはずって思い込んで描いていたのに、なんかこう、一つずれていたとかね。今回これ葉っぱというか、トゲトゲですけれども、結構ね、ストライプの布とかチェックの布みたいな、本数はっきりしていて、それをちゃんとこうなぞっていけば同じようになるはずなのに、描いていくうちに隣のストライプを描いていたなんていうのはね、よくあることで、絵を描く人はね、そこをこうはしょるわけにいかないので、場合によってはちゃんと数えながらね、今1本目を描いてるのか2本目を描いてるのか数えながら進めてみましょう。で、通常のデッサンではね、そういう風にね、ちゃんと数えることを推奨するんですけど、クロッキーみたいなね、短い時間で絵を描かなくちゃいけないなんていう時には、そんな風にやってるゆとりがないとか余裕がないので、つじつま合わなくてもね、クロッキーとかのそういう短い時間で仕上げなきゃっていう場合に関して言えば、完全に僕は無視していいと思います。無視するっていうのは、あ、そんな風になっちゃったとか間違っちゃったっていうことを堂々とやるっていうかね、気にしないで先へ進む、
そんな風に、時間制限ないこういったデッサンでは正直にね、間違ったら間違いを直していくっていうスタンスをお勧めしますけれども、クロッキーみたいなもう限られた時間でケリをつけなきゃっていう時に同じことをやっても、それはもう時間が足りない、物理的な時間が足りないわけなので、最初からもう諦めるというか、形の正確さではなくて全体の動きとか流れとか雰囲気みたいな、そちらを重視して、細かいなんか何3本が4本になっちゃったとかね、そういったさまつなことは完全にねすっ飛ばしていいと思います。絵にとって重要なのはそのらしさであって、ちょっと指が増えちゃったとかね、足が増えることはあんまないですけれども、本数が違ってたりすることがあっても全然気にしなくていいでしょう。私好きな作家にマティスっているんですが、マティスの描く、スケッチというかクロッキーみたいなね、女性をよくモデルにして描いてるんですが、腕を組んでる女性のその腕がですね、最初外側の線を描いていたはずが、あれって気がついたら内側の線とこう重なってたりして、よくあるんですね、そういうことがね。本当だったらそれ間違いってことなんですけれども、絵にとってはその外側の線が内側にこう繋がってたところでそんなに重要じゃないっていうかね、それもまたなんかお茶目な魅力の一つかなと私は捉えていて、そんな風なこうね、描いていくうちになんか流れでなっちゃったとかっていう、そういった形とかこともそんなにね気にせずに進めていった方がいいと思います。とそんなこと言ってる間に、そろそろこのね、パイナップル本体特有の、鱗模様というか、なんでしょう、亀の甲羅模様みたいな、この辺に突入ですね。最初ちょっとこうガイドラインうっすらとね、こんな風に並んでるみたいなのを引いて、こんな感じかな、引いてスタートしましたけれども、それにあまりとらわれすぎなくてもね、でも大体こんな感じで並んでるっていうのを踏まえながら、いくつかのこのシワというか筋というかねを書いていこうと思います。で、私の場合なんですけれども、結構形を合わせるの難しいので、こういう流れで形見てきたら、今度はこういう流れで見たり、いくつかのその、物差しというか基準というか、ガイドラインというかね、いくつかのガイドラインを並行して同時に使って形を捉えていく、そういう見方をよくします。はい、あっという間に20分ほど経ってしまいましたが、このトゲトゲ葉っぱの部分に関してはだいたいこんな感じでいいかな、これで絵の具つけられるかなっていうふうに思います。で、こっちのパイナップル本体の方ですね、ここもうちょっとね、このままじゃちょっと色つけられないので、もう一回形を取って、次回くらいでね、デッサンを仕上げたいなと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた。